はじめまして、花野真央です。小学4年生の9歳です。趣味は水泳と犬と遊ぶことです。特技はフラフープと動物の鳴き真似です。ニワトリの鳴き真似をします。こんな感じです。最近ハマっていることは、4年生になってバトンのいろいろな技を覚えることにハマっています。最近の意図おかしな出来事は、春にスイカの種を植えて、スイカがどんどん育っていく様子が意図おかしだなと思いました。初めて稽古をしてみて、最初はどんなことをやるのか分からなくて緊張していたけど、みんなが優しくしてくれたので、今はとっても楽しいです。私がエスパーと聞いて思いつく力は、空を飛んでいろいろな場所に行く力です。私は少し身長が低いけど、大きな声で皆さんに見てもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。バイバーイ。